ホンダ CBR ホンダ CBR250RCBR250R はホンダ技研工業がかつて製造販売したオートバイである CBR シリーズの排気量 250cc クラスモデルで2017年までに以下の3形式が製造販売された本校では形式ごとに分類して解説を行う1987年3月20日発売 ペットネームにハリケーンを付帯する。MC14 型 CBR250 法の追加仕様であるが、車両形式変更であることから実質的な別モデルである一方で、基本設計は MC14 型と同一であり、車両構造や外装部品では共通部分も多い。MC14E 型水冷4ストローク4、バルブカムギアトレン DOHC 直列4、気筒エンジンに。 以下の変更を実施し搭載した。フルカウル化し、タンデムシートを段分割した形状を採用する、レーサーレプリカ的デザインを採用する他以下の特徴を持つ。1988年5月13日に MC17 型からフルモデルチェンジされ発売。引き続きハリケーンのペットネームは付帯するが、1989年のマイナーチェンジにより公式には消滅。 しかし市場では通称としてハリケーン2が存在する MC17 型から以下の変更を実施 CBR400RR のイメージを踏襲した外観とされ MC17 型からは以下の変更が実施されたカラーバリエーション全面変更のマイナーチェンジを実施 PCX に続き全世界での販売を行う グローバルモデルとして2010年10月27日に発表。製造は、太陽国万国の大本なマニュファクチュアリングカンパニー、リミテッド並びに、インドハリアーナーシューマネサールのホンダモーターサイクル、スクーターインディアの2社。このう内帯で製造され、ホンダ技研工業が輸入事業者となり販売される、形式名。 JBKMC41 の日本使用車は2011年3月18日より発売されることが同月15日に同月発表された。グローバルモデルイコール世界戦略者という位置づけ、並びに、シムケ地の免許制度、放棄、市場要求などに対応させる目的から、従来から海外向け使用車として販売されていた CBR125RCBR150R も、 本モデルに合わせて、ほぼ同様の車体へのフルモデルチェンジを実施したほか、2013年には本モデルをベースに、エンジン工程を 63.0mm とし、排気量 286cc へアップさせた CBR300R が追加された。さらに2014年には、コンポーネンツの多くを共有する、ネイキッドタイプの派生モデル CB250 回が発売された。 MC41E 型水冷4、バルブ DOHC 単気筒エンジンで、オートバイ用 DOHC エンジンとして、世界初のローラーロッカーアームを採用し、シリンダーの中心からクランクシャフトをオフセットすることにより、フリクションロスを低減させた。単気筒独特の振動を低減するため一時、バランサーシャフトサイレントカムチェーン、メタルクランク軸受けなどを採用した高い静粛性。 容量13リットルのタンクから PGM5。電子式燃料噴射装置による燃料供給。フルトランジスタ式バッテリー添加装置。O2 センサーによるフィードバック制御。排気ガス最燃焼機構。キャタライザー内蔵マフラーにより高い環境性能を実現しており。内径 X 工程。六点零 x 五点零、排気量四十九 c c 圧縮比十0から。 最高出力 20kW 8500rpm 最大トルク 22.5nm 7000rpm のスペックを発揮常時高報式6段マニュアルトランスミッションを介したチェーン駆動により動力伝達を行うハンドルメーター表示部車体は VFR1200 回 CBR1000RR で採用したフルカウルスポーツモデルの最新デザイン理論 マス集中フォルムを元にしたスタイルである。フレームは新設計の交換トラス構造のダイヤモンド型を採用しており、サスペンションは前輪が 37mm 系の成立テレスコピック後輪プロリンク式モノショックによるスイングアームでキャスター角25度30トレール量 98mm ホイールベース 1370mm に設定。タイヤは 前輪110、70、後輪140、70の17インチとし、ブレーキは前輪 296mm、後輪 220mm のローター系によるシングルディスクを装着。250cc クラススポーツモデルとして、世界初のコンバインド ABS 装着モデルがタイプ設定された。また、軽機類はタコメーターがアナログバリ表示、スピード、水温、 ほドトリップ、時計がデジタル液晶表示である。以上の構成から、車重は標準モデルで 161kg、ABS 装着モデルで 165kg とされた。ナイトリックオレンジキャンディーライトニングブルー2014年モデル無限モデル2017年8月31日から2016年7月1日に、 施行された欧州ユーロ4と WMTC を参考とした規制値及び区分の平成28年排出ガス規制に対応させず平成24年規制に基づく継続生産者である本モデルは同日をもって生産終了2014年3月18日に HRC より発売 HRC が主催するワンメイクレースである CBR250R ドリームカップへの参戦を目的とした競技使用者で保安部品をすべて取り外しレース専用部品を装着する。ありがとうございます。